第14回目でございます。先週、配信をお休みいたしまして申し訳ございませんでした。今週からまたどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回は、なんか毎週のように言っておりますが、今年は本当に、お祭りが、どこもかしこも中止延期になっておりまして、寂しいなと思いますので、上方歌にあります、お祭りの曲上方歌どんでんを皆様にご覧いただきたいと思います。それでは上方歌どんでんどうぞご覧ください。いかがでしたでしょうか。このどんでんなんですけれども、江戸小唄になりますと、これが、題名長砂という曲になります。三味線の手も歌詞も少しずつ違います。なんといってもあの全く趣が変わります。今回この曲で、先ほどご覧いただきました振りを、少し無理やり当てながら、皆様に、ご覧いただきたいと思います。小唄調査です。ご覧ください。Thank you.
したでしょうか、江戸小唄調査です。やっぱり、先ほどご覧いただきました上方唄のどんでんとこの調査、全く趣が違うかったと思います。ただしこれ振りを同じにしてしまいましたので、なかなか、難しいところはあったんですけれども、もし江戸の舞踊家さんが、それなりに、振りを作って、回れたら、もっとなんか江戸の、キリッとした感じは出たかなと思います。それにとは、対照的に、上方唄の曇天は、どちらかというと、もっちゃりした、大阪の、お祭りの風景を表してたかと思われます。さて、前にもお伝えしましたが、第2回、友五郎の会、間もなくもう来週に迫ってまいりました。私先日、PCR 検査を受けまして、陽性反応は出ませんで、ちょっとホッとしています。でもまだ、ね、これは一安心しただけで、これから先も、気をつけて、暮らして稽古をして、23日当日、皆様の前で回せていただくことを本当に楽しみにしております。またあのお客様も、今できる限りの、感染対策、手洗い消毒等々すべて、行いたいと思います。そのため、いろいろとご不便をかけるかも分かりませんが、何卒、その日、ご覧いただける方は、楽しんでいただければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。8月23日、14時開演国立文楽劇場、お待ち申し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。